僕が初めてデートをしたのは五ツ谷の裏の紫川、当時ボートがたくさん浮かんでた。アベックの恋の語らい場所だった。私船嫌いなのよ、酔っちゃうから。だったら大丈夫、僕がね揺れないようにちゃんと漕いであげるからさ。今じゃ車があるけれど、当時彼女と二人だけになるのはボートの上しかなかったんだ。おだて上げ拝み倒して誘った。やっと思い通りに彼女が乗ってきた。僕は元気よくオールを漕いだ。他にボートがいない場所へと急ぎ、僕と交際してくださいなんて言うつもりだった。ところが何を勘違いしたのか、小学生3人乗ったボートが競争だと叫んで追いかけてきた。右へ曲がれば右へ曲がるしつこい小学生、近寄るな危ないじゃないかと言ってるうちに、小学生のボートがぶつかってきた。水が入り右に傾き、あれよあれよという間にボートは見事にひっくり返った。助けておいちゃんと小学生がしがみついてくるの。バケロお前たちのせいなんだぞと僕は泣きながら振り払い、溺れる彼女の長い髪を掴んで必死で岸まで犬かきで泳いだ。濡れちゃってごめんね、どうしようか。このままじゃ帰れないと彼女が泣くから、乾くまであのホテルで休んでいこうかと提案したら、彼女はきつい目で僕を睨んだ。やっぱりそうね、それが狙いね、あなたって最低の男。タクシーに一人で彼女が乗り込み、ずぶ濡れの僕を置いて帰った。今でも橋の上を歩いていると、あの日の甘酸っぱい思い出がよみがえる。紫川ちょいと笑ったようにキラキラと川面が揺れていた。